おいたが過ぎるね、シオンも。あんまり嗅ぎ回るようなら仕方ないね。はい、もしもし。もしもし、ケイちゃん？あたしだよ、ミオン。あれ、今何してたの？漫画？出たばかりの新刊読んでたのかな？それでケイちゃん、今は慌ててキョロキョロしてると。な、何の用だよ。俺をからかって楽しいのか？あ、怒った？ごめん、ふざけちゃったね。あのさ、ちょっと今から会えるかな？なんだ？さっき会ったばかりなのに。さっきって？なんだよ、レナのうちの分とミオンのうちの分の買い物すごかったから片方持ってやったんじゃないか。あ、そうだったね。なんだよ、俺にそんなに会いたいってか？あれ、ミオ、どうした？ううん、なんでもない。で、なんだ？何か話してもあるのか？ごめんね、電話じゃちょっと。もしかしてたたりの話か？もしそうだとしたら話聞きたくない？もし嫌なら別にいいよ、無理にとは言わないし。じゃあ、沖ノ宮の図書館まで来て。でも、なんでわざわざ沖ノ宮の図書館なんだ？ケイちゃん。何？なんかついてる？いや、何も。ミオン、夕飯の準備はもう終わったのか？どうして？
あ、終わって出てきたとこ。うちのおふくろも料理上手だけど、そんなことないって。材料は多いけど二人暮らしだからね。あたしとバッチャと。で、話して。うん、ケイちゃんが思ってる通り、お社様のたたりの話だよ。嫌ならやめよ。いや、その、あの話をするの嫌がってたはずなのに、どうしたのかなって。何かあったのか。別に聞きたくないならいいよ。待てよ、ミオン。どうなの？聞くの？聞かないの？聞きたいに決まってるだろ。そのために来たんだから。じゃ、中で話そうか。二度と同じこと言わない。だからよく聞いて。聞き返してもいけないってことか。してほしくない。詮索もしないでほしい。ちょっと待てよ、ミオ。詮索されたくないってどういう意味だよ。ここで聞いたことを調べたり、他の誰かに確かめたり、絶対にするなってこと。わかった。約束する。ここで聞いた話を絶対に詮索しない。誰かに聞こうとしない。これでいいだろう。これからする話、お社様のたたりの話なんだよな。つまり綿流しの後何かが起きた、そういうことなんだよな。今年も何かが起きて誰かが犠牲になった。
あのね、富武さんが渡流しのお祭りの晩、どうやら死んだらしい。うん、間違いなく死んだって。バッチャから聞いてさ。ケイちゃん、どういう意味かわかるよね？そう、あったの。富武さん死んでしまったの。月明かり以外は車のライトしかない暗闇の中だったって。その車のライトの中にいきなり血まみれの死体が浮かび上がったの。喉がね、ズタズタに引き裂かれていた。自分の爪で。ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ。自殺？爪がほとんど剥げていたそうだよ。薬物中毒じゃないのか？
富武さんはね、喉を詰めてかきむしりながら、血を滴らせて血まみれになりながら、角材を片手で振り回していたということ。富武さんは何者かに暴行を受けたらしい。しかもたくさんの人間たちに寄ってたかって。おかげで私たちまた疑われてるんだよ。今までの事件は全部園崎家が裏で糸を引いてるんじゃないかって警察にね。渡流しの夜の事件の被害者は全員園崎家にとって不都合な人たちばっかりだったから。毎年綿流しの日に旧敵が、それだけで十分に疑われる。園崎家とは関係が薄い。そう、薄い。薄いのに。その家の主婦は撲殺されたの。確かその家の子がその後に消えてしまったんだよな。その子はね、去年まで私たちと同じ学校にいたんだ。名前は北条さとし君。同じクラスにいたんだ。さと子のお兄さんなの。そういうこと。初めこそダム工事関係者に偏っていた。だけど時が経つにつれて、犠牲者の関係した度合いは希薄になってきている。つまりそれは、thank you.
なんでそんなことを俺に話したんだ？そう簡単に話せない理由を知っていてほしかったんだ。でもこのことは部活のみんなには絶対に内緒だよ。みんながたたりに過敏になっている。自分にその害が及ばないようにってね。それに特に里子の前ではこんな話したくない。わかった？だからここで会って話をしたことも誰にも絶対に内緒だからね。もし約束を破ったらケイちゃんはきっと後悔する。わかった。ここで会ったことは秘密にする。絶対に約束する。おじさんさ、これから親戚のところに行かないといけないんだ。こんなところで。あ、いや、たまには図書館もいいかなってさ。へえ。なんだよその顔は。ここって涼しくていいところだもんね。それにタダだしな。そうだね。じゃあまた明日な。そんなに慌ててるのかな？かな？あ、慌ててなんかないぞ。そうかな？かな？暗くなってきたしさ、早く帰ろうかなって思っただけだ。じゃあ一緒に帰ろうよ。なんだよ。図書館で何してたのかなって。勉強だよ勉強。ねえ圭一君、誰かと一緒にいなかったかな？かな？さっき誰かと一緒にいたような気がしたんだけど。一人だよ。本当？本当だよ。でもなんだよ。髪の長い女の子が隣にいたような気がしたから。あれは、隣に座ってた人。そうなんだ。なんだよ。だって、座ってたのが隣でも、一緒に出てくるのかなって。たまたま一緒に出てきたんだよ。嘘。圭一くん、
あの女の子と絶対前から知り合いだったはずだよ。なんでそんなことわかるんだよ。だって圭一くんの動きとても自然だったもん。俺はいつでも自然だぞ。うん、でもだったらおかしいね。俺のどこがおかしいって言うんだ。知らない人と会ってるのにどうしてあんなに自然なのかな。だって圭一くん自意識過剰なところがあるから、知らない人といると動きがギクシャクするんだよ。それに圭一くん嘘つくと鼻がピクピクするもん。引っかかり。あ、知らない人じゃなかったんでしょ。実はさ、彼女も同い年で話が合っちゃってさ、最近友達になったんだ。沖の宮の子？そうらしい。どこの学校だって？いや、聞いてないな。どこの学校も聞かずに？おかしいな。嘘だよ、やっぱり。わかった？だから、ここで会って話をしたことも、誰にも絶対に内緒だからね。もし、約束を破ったら、ケイちゃんは、きっと後悔する。ひょっとして一目惚れ？いや。うん、わかった。これ以上は聞かないでおくね。でも意外だな、圭一君。大丈夫だよ。レナ、誰にも言わないから。おい、レナ、ちょっと待てって。